いしょ。こんばんは。こんばんは。ちょっと待ってください。串探してる。あるかな。あった。よいしょ。サマーソングセットリスト公演ありがとうございました。終わってほっとしてる。こんばんは。金魚ありがとう。すいません、ちょっといろいろ開封しながら。ジャージ買ったんです。ちょっと待って、私の足の長さに合うかしら。あ、合うか。ギリギリ。そのままか。よいしょ。楽しみ。金魚ありがとうございます。こんばんは。ごめんなさい、久しぶりになっちゃった。配信、皆さん元気でしたか？ちょっと短めかな、長いのかな、わかんない。よいしょ。はい、公演後なので可愛い、可愛い、ありがとうございます。こんばんは、暑いね。ああ、そうですね。ちょっとまだ DMM では見れないので、ちょっと曲名は避けるんですけれども、メールとかにも書いたように、本当に今回は。もう全部の木で力を合わせて作ったステージになっているので、本番はもうもちろん一番大事なんですけれども、練習の期間も本当に木を越えて頑張れたかなって思います。あー、花火ありがとうございます。花火ありがとう。そんな感じです。キラキラありがとうございます。何曲やったんだろうな。まあでも公演は2時間、嘘、2時間ないくらいかな。2時間ないですね。1時間以上2時間いないぐらいですかね。なんかそう、楽曲も新鮮なのもあるし、こうやったことある楽曲の中でもこう人数が全然違ったり、全体少人数のやつをなんかそう全員でやったりしてるところが今回のポイントです。花火ありがとうございます。今回の見どころはそうかな。2時間半だった。あ、ごめんなさい全然違った。そうだ、楽曲が多分1時間ちょっとぐらいで、なんかね、MC とか結構長めにあったりして、そう2時間半か。
たありがとう。楽しみにしてて DMM。 うんうん、当選メール、そう、なんか私も最初マネージャーさんから1時間ちょっとで聞いていたんですけれども、なんか今日夜ね17時から始まって、なんかお見送り終わった時にふと携帯を見たら20時ちょっと前ぐらいになってて、あれみたいなあれ私思いましたね。 DMM でどう映ってるのかすごい注目ポイント気になります。新幹線一本後に、そう、あーごめんね、大丈夫かな、指定席の方とかね、ごめんなさい。くまありがとうございます。やっぱり全体で30人近いんですかね、そのぐらいいるのかな。だから何ですか、劇場に隙間がないというかね、どこを見ても可愛いメンバーがいるということでそれが全体でやる魅力かな。でもその全体でやると結構移動とかあのフォーメーションを極めたりするので、斜めの角度とか前後の位置とかなので、なんか個人的にはもっと個人でもっとなんか振り付けとか歌をなんか極められたら私は個人的には完璧だったなって、個人的には。でもそのなんか全体で見た時にやっぱ全員の方がね、迫力ありますよね。絵になるっていうんですか、フォーメーションが生きるよね。目移りした大変じゃないですかね。今日はとても楽しかったよ、ありがとう、ありがとう、うんうんうん。あ、そうですね、そうだ、あの衣装はもう解禁されてるんですけど、私はなんとスイカ衣装を着させていただきました。あとはまあシャーベットピンクとトキ衣装とひまわり衣装とあとハッピー衣装かな。金魚ありがとうございます。そうなんです、スイカ衣装は本当に3年ぶりぐらい久しぶり、うんうん、誰を見たらいいんだって推し推し推しを見てくださいね。そうですね、なんか周年、あそうだクリスマス何か冬の特別公演で左の腕で連れ去ってをスイカ衣装でやった覚えがあって、長袖の方だったんです。今日着たものじゃない、今日萌えちゃんが着てたやつを着させていただいたことはあります。なんか普段MC 思い出いっぱい公演だと基本10人ねやるんですけれども、ユンキセイちゃんはいないんですけれども、あ今はたまにね奈々ちゃんとひろかっぴ来てくれるんですけど、今回の MC はもういろんな木がぐちゃぐちゃに混ざり合っているので、そういうところもね見ていただけたらいいなって思います。な感じですかね。なんかあんまり言うとねもったいない、ネタバレしちゃうお花ありがとう、よいしょ。あやかにさんの衣装どうだった、可愛かったです。スイカ、え日付変わったら生誕祭の申し込み、そうなんですか、え皆さんよろしくお願いします、構えてください。でも DMM は確か今日じゃないんですよね、うん、
うんうん、構えてなんかあのおしゃべり、前回のオフラインおしゃべり会でも今日もなんですけど、もう次々と皆さんが24歳の方の生誕 T シャツタオルとかねゲットしてくださってね、それを着てくださっててすごい嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。生誕 T シャツね、なんかもういつの間にか23歳のやつは納めになってたみたいで、知らぬ間に。うんうんうん、23歳はティフで最後だったのかな、もしかしたら。応募してももちろんです、なくてももちろん来てください。31日です。まだ9月の予定は出てないのかな。そうです、明日オンラインおしゃべり会があります。オンラインよろしくお願いします。応募していいの？いいよ、応募してください。ハートありがとうございます。明日も、明日参加してくださる皆さんよろしくお願いします。金魚ありがとうございます。新幹線もやってもやってて、すごいありがとう、準備万端だね。ありがとう金魚、花火ありがとう。首周り揺れ、え、わかる、私もさ T シャツいっぱい着るとヨレヨレになる。そうだ、 T シャツで思い出した、なんか昨日、昨日私そう、あの午前中リハーサルに参加して、その後に新潟一番さんのに生放送でドローカルドーさんの告知でゲスト出演させていただいて、その後にもう一つ収録のお仕事をさせていただいて、また別ので、そのさらに最後にまたサマーソングセットリスト の、リハーサルに合流したんですけれども、あ、なんかタコの花火ありがとうございます。すごいあの長丁場だったので、何か気合い入れなくちゃいけないなって、いつもと何か違う魔法が必要だって思って考えた結果、なんかリビングに干してあったお父さんのなんかちょっとお高い T シャツを借りたんですよあ、写真撮ったかな、覚えてないや、その T シャツでは撮ったかは分かんないんですけれども、あ、リハーサル朝と夜にあるから、その2つお仕事を挟んでもこう頑張れるようにって思って、あのアミパリスっていう、ほんのちょっと、なんかちょっといくらぐらいかは分かんないんですけども、でもお父さんにしては、お父さんにしては、お父さん的にはそれがお高いらしくて、そう、それこれだって思って勝手に借りてリハーサルに参加しました。なんかでも正直サイズ感がちょうどよくって、私レディじゃないですか、なんかレディの袖っぽいで、そのおかげで、すごい、そのおかげもあってすごい頑張れて、うん、もらっちゃおうと思います。で、あの無断着用したことを話したら、なんか先週、あ、その真っ白い T シャツなんですけど、先週妹がなんかわざわざその T シャツ着てカレーライス食べたらしくてはい、姉妹揃って父の T シャツを乱用してるっていうカレーライスは笑ったなんで
自分の白い T シャツでもちょっとカレーライス怖いじゃないですかね。なんかパーカー羽織りたくなるけど。花火ありがとうございます。ありがとう。そうということで、すごいお父さんの T シャツが大活躍しましたね、カレー用に着るなんて。私でもなんか私もその昼夜のレッスンで結構汗もかいたし、ヨレヨレにしちゃったかもしれない金魚ありがとう、ありがとう、お疲れ、ありがとう。うん、でもいいんですよ、そうやって娘がね、娘にとって少しでもプラスになれるのであれば、なんかそのお父さんの T シャツも本望なんじゃないですか分かんないけど、多分あの私のお父さんあまりそのファッションすごいすごいファッションにこだわってるってわけじゃないんですけど、なんかその会社とかお友達とかなんか飲み会とか行く時の一張羅が私のレッスンと妹のカレー。そう仲いいからね花火ありがとうございます。それであのそう昨日のドローカルドをね、ちょっと県内の皆様のみになってしまうんですけど、見てくださりましたでしょうか。あ、なんか TVer でもね見れるらしい。もう見れるのかな、まだ見れないかな、もうちょっとかな。 TVer で、うん、写真で見ると若い。そうお父さんなんかここら辺が若いんですよ。なんかここら辺がそうなんです。でも全然なんて言うんですか、お父さんですよ見た、ありがとう。あ、すでに見れるらしい。もしよかったら、帰り不足の方まあいらっしゃったら見てください。全然あれですよ、今年何歳だっけ、今年50歳。50歳ってなんて言うんでしたっけ、なんかありましたっけ、還暦みたいな、うん、50歳。セクシーだった。そうあの実はですね、あのそのお仕事が2日前ぐらいに分かって、でそのなんか2日前ぐらいに東京でお仕事があって、東京で買いました、あれ。だからすごい なんだろうセクシーなのかもしれません。あ、そう、磯です。そう、本当に磯なの。今年というか去年か。じゃあ今年はもっとです。もしよかったら見てください。柏崎花火を見てるのと、あと私はお惣菜屋さん村田屋さんにお邪魔しているシーンがございます。あと新潟一番さんは TVer ではないんですけれども、無事に告知はできました。肩出し首で、そう肩出ししていました。なんか昔は全然肩とか出さなかったんですけど、なんかいつの間にか肩を出せるようになりましたね。肩を出した方がなんか私細く見えるですかね。あとはそうなんか原宿に NGT とのコラボカフェが出るらしいです。イエーイ。いや念願だったんですよ実は。 AKB さんのコラボカフェにはあの行ったことあって、ああもういいなって、自分もそんな風に自分のグループもなんか出店っていうんですか、出店できたらいいな、どうかななんて思っていたことがあったので、もうすごい嬉しくって、はい、原宿の
何出したっけ、なん 竹下通り、竹下通りのな入り口とかでしたっけにできるらしいです。すごい混んでるところかな、原宿は全部混んでるか。はい、そうそう、この前、あ、そう、この前妹とね家族と原宿に行ったけど、全然全然そんなつもりなくて、下見じゃない、うん、舞台行く前に、あ、ありがとうね、行ってらっしゃいだよ、こんばんは。なんかそこならではのなグッズ、そうだね、コースターとかがあるのかな。竹下通り行ったことありますよ、ドラフトのオーディションの帰りに竹下通り行ってた。で、私は4期生の磯崎奈々ちゃんとコラボドリンクを考えました。私と奈々ちゃんでドリンク一つと、トリプルセンターのみゆはるななみで一つと、あと1期生さんのれいなさんとまりなさんとみはるさんで一つと、あと3期生のね、カップリングにも収録されている3人のゆうは萌えすいすいで一つという組み合わせになっております。どんな味なのかね、わかんないけど、なんだ美味しいと思います、プロなので。はい、なんであのようなドリンクにしたかと言いますと、私のあのサイリウムカラーが赤で、奈々ちゃんのサイリウムカラーにも赤が入っているということなので、はい、赤をモチーフにしたやつがいいよねっていう風に2人で考えて、あ、絵を描いて提出しました。でもまだ飲んではないんですよ、あのデザインはさせていただいたんですけど。やばいやばい、こんなこと言っちゃダメ、やばいやばいかな、ごめんなさい、飲んでない。でもさ、飲んだって嘘つけないじゃないですか。でもしっかり味とデザインは私たちが、あと名前も私たちが考えさせていただいたので許してください。でも待って、味ってさ、私たちがこうやって調合するなんて、そんなさそんなことできない。やっぱりそう、プロのお料理人の方がこういろいろやってくださったと思います。私たちが生み出したなんか世界初の味というわけではないかもしれないんですけど、でもメニューは間違いなく私とナナが、はい、考えたものなので、なんかその赤いドリンクを飲んで、で私のファンの皆さん、ナナのファンの皆さんが2人のこと思い出してくれたらいいな、パワーになったらいいなーっていうふうに思います。真っ赤なのでね、はいやばいやばいやばい、あ、はい、コンセプトですお願いします。一瞬の寝落ち、花火ありがとう。カフェ行きたい、私も。もう来週オープンですよね。尊い、ありがとう。あとパフェじゃないや、なんかパンケーキとかもあるみたいですね。パンケーキ大好き、甘いスイーツ大好きなので、私の分も皆さんよろしくお願いします。うん、かえりちゃんザリヒニと、そう、ちょっと MC でちょっと今日いろいろあってあ、私はもうショックを受けているので、そちらの方はね、
これから出る DMM 見てくださった方が。キューティーレッドファイヤーマジックの名前、あ、私が考えました。本当はもっと長かったんです。なんだっけ、キューティーレッドファイヤーマジック、なんかルビートルネードみたいななんかすごいパンチのある名前にしたくて、あと情熱的にこう元気がもらえるようなネームをつけたく詰め込みました。金魚ありがとうございます。 DMM はもうちょっとその何かそしたらちょっと短くなってましたさすがにね、さすがにそうだよね。あ、そうだそうですね。飲むとどうなっちゃう、飲むとどうなる、なんだろう、なんか喉がピリピリするんじゃないですかねそっか、まだ何味とかは書いてないんだ。ヒントは、炭酸系です。パチパチ系、そうピリピリお楽しみ、やばい炭酸だよ、炭酸好きだし。でもいっぱい案はあったんですけど、結局やっぱり私と奈々ちゃんの共通点をこう絞り出したところ、そこに行き着きました、うん、わあ、花火ありがとうございます。なんでなんで、あ、アイスレモネード、アイスレモネードだじゃないの、アイスレモネードのね楽曲も新潟ではというかまだ新潟でしか解禁されてない、こうなんか一部地域でしか解禁されてないんですけど、すっごい4期生の楽曲もねいい曲なので、皆さん待っててね。赤色というコンセプトいいね、え、ありがとう、やっぱりね、あ、梅干しではないです多分もっとなんていうの、飲みやすいと言いますか、はい、元気ありがとうございます。ねえ、もう来週発売なんですね CD が。もうなんか音源解禁も、そしてパフォーマンスでもね、パフォーマンスもさせていただいたので、なんかもう発売してる気持ちだおしゃべり会もあるしね、発売している気持ちなんですけれども、ちょっとここからさらに盛り上げていきたいですよね。あー MV もね、うんうん、ポップアップカフェ役、ありがとう。あ、そうなんですよね。サマステ六本木で、カフェが原宿で、ミユたちのお渡し会が渋谷。うん。すごいね。各地で盛りだくさん。うんうん、ね、新潟でもねお渡し会とかしたいですよね。でもなんかまたあるのかな、そのあることを期待しましょう。そんな感じですかね。うん、いや近況はそう、そんな感じか。ツアーしたい。
なんかさ、もっとさ、ツアーもう各地に散らばりたいですね。日本の47。そうですね、最近ありがたいことに忙しく過ごさせていただいてますね。本当にありがたい。どっちの方がなんかやりがいも充実しております。でも最近の悩みの一つなんですけど、本当夜中に見た夢が思い出せなくて朝モヤモヤするっていう、なんかチャットにちょっと書いたんですけど、なんかファンの方の返信に、なんかその年取ったらそうなるみたいなのとかあって、あーなんかそう証なんだって。ちっちゃい時は、今までは夢基本思い出せてたんですよ、基本。なのになんか最近その夢の感情感覚だけが残ってて、そう、それがすごい嫌なんです。クマありがとう。あ、そう、今日クマしてたんだ、お昼。うん、それ年らしいんですよ。なんかトレーニングしたい。でね、今日眠り深すぎて寝坊しそうになっちゃうんです。本当に危なかった。あの本当は今日起きなきゃいけない時間よりもなんか見え張って30分ぐらい早めにアラームセットしてたんですよ、5個ぐらい。なんかそしたらその夜寝る前はちょっと早めに起きて余裕持って支度したいなってその時間にセットしたんですけど、いざアラームが鳴ったら、なんで昨日の夜こんな早くアラームかけたんやって思って全部アラーム消しちゃったみたいで、で二度寝したんですよ。でも本当にダメじゃないですか、そんなのアラームの意味ないで二度寝してて、なんかお父さんが私のお部屋こうドア開けて、あれなんか何時に起きるって言ってなかったみたいな、ボソボソボソって言って、うんって思って起きて携帯見たら、わーってなって、はい、慌てて準備しました、間に合いましたけど、そのなんか自分が前日思ってたすごい余裕持った支度はできなかった。すごい危険だった。だからお父さんが私の部屋のドア開けなかったらもっと寝てたかもしれないしって思うと、本当になんかお父さん今日 MVP です、ドアゲ、本当によかった、危なかったし、なんか前日その家族に何時に起きるっていう宣言しててよかったなって、いつも言わない、わざわざ言わない時の方が多いんですけど、なんかたまたまその日の夜言ってて、私がたまたま何時に起きたいみたいなの言ってて、たまたま両親も起きて覚えて起こしに行ってくれた、起こしに行ったから見に来てくれたっていうね、本当に危なかった。そうだよ、寝坊のためちょっとなんかみたいになったらやばいですからね。本当ありがとう、びっくりした。うん、でもね、そういつもはでも起きれるんですよ、私こんなギリギリなこと正直なくて。でも何がダメだったかって言ったら、そう、寝る時間がちょっと遅かったんですよね。なんかその日のリハーサルの動画とか見てたり、うん、なんだかんだ確認してたらすごい遅くなってしまって、あ、それがダメだったなって反省です。あと二度寝もね、ダメだね、怖いね二度寝は。でもこうやって
そのなんか寝坊でも遅刻してないから寝坊、いやでも寝坊か、予定よりは遅く起きた、寝坊をしたことによって最悪の事態は免れたというか、気を引き締め直すことができたので、うん、よかったです、引き締まりました。え、睡眠時間はね、私 なんか6時間ぐらいは欲しいけど、欲しいけど昨日はそう違ったから。金魚ありがとう。皆さんもくれぐれも気をつけくださいね。もう冷や汗がね止まらなかったはい、冷や冷やで、間に合った時のあの満足感公演始まってるのすごいなんか幸せでした。時間通りに来れたことの幸せを感じた。うん、ねえ、ありがとう、欲しい。はい、明日のおしゃべり会ではそんなことがないようにします。よろしくお願いします。ではランキング読ませてください。そう、スリル満点。ビッグフレンドさん、ミヤパンさん、ポンポンさん、アッキーさん、トールさん、ヒデジジさん、スグさん、ニシタムさん、コンちゃんさん、高田さん、ヒロナさん、タカシさん、いけない太陽さん、ありがとうございます。あー、また久しぶり、なんかもう毎回配信久しぶりになって、なんだなんかな、何なんですかね、最近の配信のサイクルがちょっとあんまよろしくないんですけどでも明日はできると思います。ありがとう、おやすみで、ありがとうございました、ありがとう、バー花火ありがとう、ありがとう皆さん、夜遅くなのにおやすみなさーい、ありがとうねー。